こんばんは。6時のニュースをお伝えします。治安が悪い国としてたびたび名前の上がるベネズエラですが、街の人々の対応力も年々上がっているようです。事件は昨日、ベネズエラのシウダード、ボリバル地域を走るバスの車内で男が女性の携帯電話を盗んだことから始まりました。男はバスを降りて逃走する素振りを見せるも、運転手は男の体をドアに固定して逃げられないようにしました。バスは目的地を警察に変更し、男をドアに挟みながら走行。途中この光景を見た通行人たちは、男が事故でドアに挟まれていると勘違いして救出を試みた人もいましたが、他の乗客がダメダメ、わざとこうしているんだと叫び、事故ではない旨を伝え、挟んだまま警察へ行き、男は逮捕されました。この機転を聞かせたバスの運転手は調べに対し、こんなのは日常茶飯事だよと笑っていたとのことです。続いてのニュースです。今日、山梨県甲府市に住む女性が自宅の布団の中で気絶し緊急搬送されました。緊急搬送された女性は交際する男性と布団の中にくるまり話をしていたとのこと。話が盛り上がっていると男性がブーと大きなおならをしました。男性はいたずら心でおならをしたのですが、その匂いがあまりにも臭すぎた上に、布団にくるまっていたことから匂いの逃げ場もなく、女性は気絶してしまいました。しばらく意識が戻らないことから男性は救急車を呼び、女性はそのまま病院へ搬送され入院することに。このようなおならテロは世界で問題となっており、スペインのとある列車では女性のおならが原因で17人が緊急搬送17人が緊急搬送されたという事例も上がっています。今後おならをする際はテロが起きないよう十分な注意が必要です注意が必要となりそうです。なお、調べに対し搬送された女性は、何を食べたらこんなに臭くなるんだと話していたとのことです。以上、ニュースを